皆さんこんばんは、みとくです。ディザスターデイオブクライシス続きやっていきたいと思います。さあフェリーの読めないフェリーエヴァンズはフェリーか。前回はまあ、仲間がね駆けつけてくれまして、そう、それで、まあ、あの大勢いたんですけど、敵が、まあ、食い止めてくれてたんですよね。そう、先に行けということで。お、誰？誰？あ、何いきなりこの人。マッチョ来いよと、いきなり殴る殴る。え、何なの、いきなりこの人誰なの。弱くね弱くないですか。見かけ倒しですね。フィニッシュ、おりゃ邪魔じゃあ、われあっつぅ、やつを止めろ。マジかよ、またですか。さっき食い止めてもらったばっかなのに、またもうどこにでもいるんだね、この人たちね。なんか前にも言った気がするけど、どこ行ってもいるんだもん。しかもさ、武器強くなってるしさ、なんだかんだで。あー、回復があんまり減ってきちゃってるんで。わ、強いな、この人。この人強い、めっちゃ強い。雑魚の中でも、ちょっと強めの人ですね。わー、近い反則だろう。まずいな、まずいな。うわっ、これちょっと持てないな。うわ、削られてる。え、全然頭当たんない、まずいな。めちゃくちゃゴリゴシ、ゴリゴシだってゴリゴシなんですけど。ストームのおしまいだ。どっちが喋ってるんだろう、これ。誰が喋ってんだろう、これレイが喋ってんのかな。敵がずっと喋ってんだと思ってたんですけど、ずっと。強い。全然当たんない。防御力も増してる気がする、向こうの。そう、いや、回復が少ないからまずいな。うわ、近っ。頭打ってんだけどな、全然減らないですね撃てなかった。うわ、いるし。真剣になっちゃう、すごい。うわ、ランチャー来た、ランチャー。そうはさせないはい、行きます。アイテムだけちょっと取ってきますか。ちょっと使っちゃったんで。あー、回復じゃない、回復いらん、回復が欲しいのに。まあいいや、行きましょう。ん？閉じ込められた？船が、あ、船か。あ、そっか、フェリーだよね。この中にエヴァンズとリサがいるはずなんですよね。オルソンだ。どこにいる？フェリーだ。やつもここに。よし、部隊を回す。
あ、無駄だ、船は出航した。何？目的地？そうな。クソ、やられたな。ってことで、オルソンさんって思い出したかも。あれだ、あの坊主のおじさんですよね、上司の。多分そうだと思います。あ、やった。あの黒い人ですよね。黒い人、あの多分一番最初の方に出てきた人だと思うんですけど、これ開くのかな。開きそうにないんですけど、こっちか。あ、こっちかな。 OK、 それでどうする。リサを助けに行く。単独でか。あ、そのためにか。やれやれ、困ったやつだ。ああ、うわあ、ちょ、うわあ、ちょっと気に抜いてた、めっちゃ気に抜いてた。ああ、おっと、出迎えだ、悪いな。気をつけろ、くたばるんじゃねえぞ。いやー、こっちがくたばりそうだよ、本当に。いや、完全に気抜いてましたね。ああ、だが船は、あ、すぐに通信、はい、早い。いいか、必ず生きて帰れ。英雄気取って死ぬなよ。お前には説教が山ほどある。必ず一杯付き合ってもらう。ねえ、一杯やりたいですよね。オルソン、うわー、電波が了解だ。全部終わらせて生きて帰る。今のつつ聞こえてたのかな、オルソンさんに。ちょっと待って、やばい、気抜きすぎ。なんで待機してんの？よし、スタミナ回復でいるんだ。いるんだね、いるんだね。やだよ、もう。わっ、あー、やばい、来た。あのね、あのこっちの人はそんな強くないんですけど、この人ね、強いんですよ、ほら。あんまり食らってないでしょ、1回で。なんだろうね、やっぱ防具がいいのかな。でも見た目違いますもんね、他の人と。やば、つらいよー。わー、きついなー。いやー、ちょっと回復減ってきちゃった、どうしよう。無茶しすぎちゃったかな。慎重に行こうか、回復が少ないから。わあ、やばい、どうしよう。この人めっちゃ強いの、この右の人。この人全然食らわないでしょ、頭狙ってんのに。あ、まずいな。いや、回復なくなってきちゃった、どうしよう。ちょっと無茶しすぎた、あんだけあったのにな。まだいる。うわ、びっくりしたー、近いわー。容赦ないね。うわ、出てきた。待って、全部の部屋から出てくるんじゃないこれ。やだやだ、つらい。でもこれ本当にエヴァンズいるのか。いるよね。うわ、この人強いんだよ、この人強いんだよ。うわ、見た今の、避けたよ。大佐殿、
いやあの人強いんだよ。あー結構食らっちゃった。あーフェリーですね。でフェリーのどこ外に出てきて、エヴァンズはどこにいるの？え今、あ、これエヴァンズ？あ、そうだ。リサは客室にいる。戦いの邪魔になるんでね。わからないやつだ。行き先を教えたり、この状況で船を出したり。狙いを言え。ああ、いいと思う。もし私を倒せたらな。嘘やん。いや、この状況で無理ですから。最高の舞台だ。そうだ、ロレイ。いやいやいや。あれでもそんな強くないけど。逃げられ。あ、なになになに。レイ、お前にはこれくらい必要だよな。なんだ軍の秘策、わかんない、なんとか思ってた。核の輸送用に用意したこのフェリーは、いわば我々の生命線。万全の備えが必要だ。そうだろ。何この機械、冗談だろ本当に。さあ風も勢いを増してきたよ。え何これ。いや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 、ないわ。いや無理だわ、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 無理だわ。うざいてろ。え、避ける。ダメだ、当たらん。ちょっと待って、ポイントポイント。うわーこんなの厳しいね。あ避ける、ダッシュ。これ倒せんのかな。バチってなっちゃった。ひえー倒せんですか。はい避ける、あダメだった。強っ。うわわわわわわ、電車めっちゃしてますけど、リロードができない。避ける、強い。それでうわこれさ、先に手だけやるとかありなんじゃないかな。避ける、あダメだった。これ回復がない。うわー強っ。あーでも真ん中狙った方が早い気がする。あ捕まれちゃった。振りほどく、卑怯者め。よし、たまるか。避ける。アサルトライフルをねちょっと強化してるんあるんで楽ですね。うわうわ落ちたってな。強化してんだよ。真ん中狙いましょうね。ダッシュ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 するの忘れた。あダメだった。いやーもう回復がない、まずい。あ来た、やっぱ腕狙わなくてよかったんだね。壊れた壊れた。真ん中狙ってて正解だったみたいです。あまだか、まだ終わんないのか。うわーエヴァンズ、おっつー。
まあ、仕方ない。で、リサは客室にいるって言ってたよね。いや、これ、あ、まだ生きてる。なんてしぶといんだ。おお。なになになに。この人もしぶといよね。あ、まずいぞ。形勢逆転ですか。いや、これで助けてくれたらちょっと見直すけどな、エヴァンズ。どうなるんだ。あ、助けてはくれないよね。なあ、レイ。嵐の日は興奮しないか。私はする。ワクワクするよ。任務の最中も。ずっとそうだった。地震、津波、噴火、洪水、そしてハリケーン。すべて楽しむためだと。ああ、任務など知ったことか。ただ楽しかった。やめられない。クソ野郎が。クソ野郎だよ。何とでも言え。自然の暴力の前で人間にできるのは。恐怖か。あ、読めない。しかない。なら楽しもうぜ。狂ってる。神からの贈り物。狂ってる、こいつ。違う。人はもっと強い。助け合い、立ち向かうことができる。レイ、いいこと言った。なんだ？あ、ちょっと風が収まってきたんじゃないですか？目か。おお。クライマックスだ。ヒーローは悪役を倒す。ああ。自分でヒーローって言っちゃったよ。カモン。ああ、刺しですか、今度は。怖いな、エヴァンス。ちょっと待って、待って、いやー、ちょっと何が来るか分かんない。どうしたらいい。怖い。痛い。痛い。何すんのさ。痛い。髪の毛痛い。あ、Z だった。痛い、間違えた。 Z ね。くそー、やってくれるぜ。いや、これとっさにさ、難しいよ。さあ来い。さあ、慌てるなよ。もっと楽しもうぜ。いや、おお、かっこいい。なんだ。いや、また風が強くなってきた。頭打ったよ。これは不利ですね。あ、やばいよ。振りほどく。さよならなんて言わせない。いけー。エヴァンズめっちゃやだ。うわ、違う。あ、武器になっちゃったよ、向こうの。あー、まずい。いて。あ、無理。刺された。嘘。え？死んだよね。死んじゃった。やられちゃった。わーってことで、今回はここで終わります。はい、次回は絶対勝ちたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
さよなら。